皆様こんにちは。中国武術研究院ヨガ武術院鳴沢誠二です。本日もよろしくどうぞお願いいたします。本日ですね、横浜市金沢区の駅前からずっと広がるですね、日方湾に来てます。日方湾ですね、まあこういった感じで、周囲を見てみましょう。先ほど言ったところがあそこの野島公園です。今日は太極拳の動画を撮ってきました。まあ、こうしてですね、こうやってゆっくりした海を見ながらいろいろとこう思うことがあるんですね。今日はですね、もう4月も半ばになりました。ようやく少しいろいろと落ち着いてきた感じがあるんですが、やはりですね、まあ、横浜での生活というものを振り返ったり、その前の東京での生活というものを考えたりですね、古い資本主義から新しい資本主義と移っている過程においていろいろとですね、考えることがたくさん生まれますね。ですから、まあこうした落ち着いたところが僕にとっては一番合ってるかなということがあります。まあ、そして、まあコロナ問題も落ち着いて、ようやくこれからの先のイメージというものができてきているんですが、何らかの形ですね、少しこう気が抜けたというか、そんな感じもあります。3年間気を張りっていきましたから、そして自分自身の体の状態もコンディションをずっと整えて、そして会員の皆さんですね、太極拳をやっている皆さんに励まして、そしてまあ一緒の信頼というものを持つようにして、そしてまあここまで来れたんですが、何かしらですね、やっぱりこう日本人というものの今までの在り方というのは何だったんだろうかとか、政治ですね、外交とか、まあ、そんなことを考えたりもしています。まあ、幸い太極拳の活動というのはですね、本当にいい形で皆さん信頼で結びついて、充実したものになってきているので、そこはとても嬉しいと思ってます。まあ、そしてですね、これからですね、やっぱりうん、私自身がやりたい展望というのはかなり開けているんですが、やはり社会全体がですね、何をしたらいいのか分かっていないような、そんな感じが見えます。まあ、生きていかないといけないので、やっぱり志というのは大事だと思います。そんな形で、私も4月がようやく始まって、落ち着いてきましたので、もうあと2週間もすればゴールデンウィークに入りますね。まあそんな中でいろいろゆっくりですね、やっていきたいなと、そんなことを思っています。で、本日は最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくどうぞお願いします。周囲はまあこんな感じですね。はい、でこれからまたよろしくどうぞお願いします。